待って、もうすぐやるみたいだから。さて、それでは最初のニュースは、今大人気のあのお騒がせ先生の不倫騒動です。見て、お父さんよ。あら、綺麗ね。お父さん、どうやってこんなこと仲良くなれたのかしら。不思議ね。
先輩、こんばんは。どうしたんですか？ぼーっとして。あ、そうでしたね。あ、ちょっと待っててくださいね。すみません。すみません、お待たせして。どうしたんですか？一人でうんうんとうなずいて。先輩っていつも何か黙って考え事してますよね。やっぱり頭がいい人っていろいろ考えてるんですね。そうですか？あ、あの、おめでとうございます。あの、市の小説の賞です。ほら、副賞を取ったじゃないですか。未来ちゃんが市役所に行った時、張り出されてるのを見たって。